はい、美術で日本を研究する秋華堂の田中でございます。今日が18か、はい、9月18日の金曜日ですね。今日からですね、3日間、ウィークエンド展覧会の、初日、まあ、リアル展示の初日です。まあ、この3人ですね、田中美穂さんね、それから、釣り三蔵さん、あと松浦咲さん、この3人の、展覧会でですね、ご本人たちは、今日来るんだっけ。今日は来れないかな、はい、土日は土日、3人とも来る。釣りさんはちょっと釣りさんは来れない、はいはい、田中さんと松村さんが入らせる、はい、ということですね。坂田さん、今日は3人ともいないよね。ちょっと松村さんのスケジュール確認します。はいはいはい、ということで、まあ、少なくともですね、土曜日はご本人もいるようですので、ぜひまあ、ご覧になってですね、率直な感想を坂にもですね、フィードバックしてもらえたらと思います。まだですね、皆さん若い作家でですね、何より本当に思ったことを言っていただいたりとか、それからなんでこういう絵なのとか、こういう作品なのっていう質問をですね、ぶつけていただくと、やっぱり本人も考える、まあ、材料にもなりますのでね、何でも思ったこととか質問をぶつけていただければありがたいと思います。ということで、本日から、この画廊で始まりますので、ぜひ皆さんお誘い合わせの上ご来場ください。よろしくお願いいたします。